皆さんこんにちは、ミセスロイドです。今日ご紹介するお菓子は冒頭にもありましたが、このね、すごいですよね。またもやいつなんですけど、ヨーグルト、さらにはダークチョコレートですよ。で、これはなんかバーベキュー味というので、まあ割と日本でもありそうな感じ。ライスクラッカー、もちろんあのライスを原料にしたやつを平たくして焼いたやつですよね。スーパーだといわゆるビスケットのコーナーの隣にあのライスクラッカーというのを置いてあって、まあ、似たような多分扱いなんですよ。まあ、ビスケットは小麦粉で、こっちはお米ということで、まあ、似たような食べ物というわけで、今回はヨーグルト、ダークチョコレート、そしてバーベキュー味を紹介してみたいと思います。まずはいつのライスケーキです。ヨーグルトは1個80キロカロリーですね。でチョコレートは85キロカロリー。っていうか、すごいライスの形がなんかこれは日本のおせんべいとはかなり違いますね。で、ヨーグルトのコーティングですかね。これは1/4、この量で110。すごいバーベキューソースの匂いがします。ではいただきます。まず無難なヨーグルトから。なんか抹茶の味がする。なんかホワイトチョコレートみたいな感じで、ちょっと甘めで、なんだろう、抹茶っぽい味がする。あ、いや、まずくはないです。結構いけるけど、日本のせんべいとは別物ですね。これは。甘いですね、美味しいけど完全に別物ですね。でも美味しい、美味しい。なんか日本にもあの、なんだろう、お米の形したやつ、あれなんて言うんだっけ、ありますよね。あれを平たくした感じ。あ、確かにあのここはバターが入っているので、チョコレート、ホワイトチョコレートっぽいですね。一応ソイヤが入ってるので、それかな、なんか微妙になんかフレーバーがなんかありますね。ちょっ
とこれ一個でかいね。半分。でチョコレートの方。これね。これは微妙。これはまずいというか合わないですね。これは全然甘くなくて、逆にそのプレーンなライスクラッカーにダークなチョコレート、これは合わないんじゃないかな。あのこっちの方がむしろ美味しい、甘い甘いこう風味がついてて、クラッカーも食べやすい。こっちはね、全然ライスクラッカー自体に味気がないので、ダークチョコレートの味しかしない。だからダークチョコレートはもちろん美味しいんですけど、これはもうちょっと微妙ですね。これライスクラッカーだけだとまずそうですよね、多分。これはね、絶対こっちの方が美味しい。ちなみにあの前からライスクラッカーっていうのは少しはあったんですけど、やっぱりグルテンフリーダイエットが流行って、かなり今大きな領域を占めてますね。実際このいつのやつも多分最近だと思いますね、出たのは。次はバーベキュー味。これはすごいもう匂いがバーベキューソース。これが一番あの日本のおせんべいに近い、しょっぱい味とその食感がかなり日本のおせんべいに近い。あんまり私辛いのと苦手なんで、これちょっと食べれないな、数。でもカラムーチョとか食べる人はいけるかもしれないです。私はちょっと無理。なんかいっぱい入ってたけど、これあこれは失敗私は食べれないですね。旦那に食わせますけど、私はもうダメ。よっぽどね、お腹が空いててもダメ。辛い、バーベキュー味ももうちょっと、バーベキューソースも普通もうちょっと甘いと思うんですけど、これ辛いわ。ごちそうさまでした。あのこれは良かった、これはおすすめ。うん、あの例えばグルテンアレルギーのある人とか、あのもうビスケット、イギリスのビスケットに飽きたわっていう人にはこれ、ライスクラッカーのヨーグルト、これ美味しかった。ただ日本のおせんべいと違ってこれは甘い ところが違うので、あの本当にビスケットの代わりにいいんじゃないかと思います。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。